皆さんこんにちは。ウルトラマンブレイザー地球防衛隊の司令部参謀長でスカードの創設者、春の烈を演じさせていただきました加藤雅也です。そうですね、やはり小さい頃ウルトラマンっていうのをこう見て育ってますから、いやもうそういう番組からお声がかかるっていうのが、まあ、びっくりしたのと、やはりその頃に演じていらした俳優さんのことをやっぱり今でも覚えてますので、これを見る子供たちとかはもう一生こう覚えることになるんだなという、その嬉しさとともに責任の重大さみたいなものを感じました、ね、そうですね、特殊怪獣対応分遣隊スカードという、まあ、地球防衛軍の中に創設された怪獣に対応する部隊で、そこの創設者であり長官のような感じですね。あのウルトラマンブレイザーよりも先に怪獣を倒してみせろ。そうですね、うん、このウルトラマンブレイザーを俺も見る。それはアースガルムに乗りたかったでしょう。あれをバババンとこうね、こう運転するっちゅうんですか、あれはやりたかったですね。家族で楽しめるし、まあ、昔ウルトラマンをねこう見ていた僕ぐらいの人でも本当に楽しめます。話がね非常によくできてます。ぜひ見てください。ウルトラマンブレイザー放送開始まであと6日。明日のカウントダウンメッセージは名倉輝明役伊藤祐樹さんです。お楽しみ。